先は、やることやること。お出かけお出かけ。だいぶ評判が上がったみたいね。そろそろ受験を認めてもいいかも。どうする？ランクアップ試験受けてみる？わかった。じゃあ試験課題を発表するわね。今回の課題はトン！最近の雷雨で都中のお花がしおれちゃってね。かわいそうだから少しでも元気にしてあげたいの。錬金術で作った栄養剤なら効果も抜群だろうし、どう？できそうかしら？はい、多分問題ないと思います。お花が元気になるよう気持ちを込めて作ってきますね。お出かけお出かけ。どんなものを作ろうかな。直売で一味加えよう。さて、どれを使おうかな。よし、始めます。よしよし、順調だね。よしよし、順調だね。わあ、本に書いてあったと。わあ、本に書いてあった通り。これでいい。さあ、綺麗に仕上げちゃおう。よし、とりあえずどの特性を残そうかな。こんな感じ。わあ、出来上がり。
錬金術にも慣れてきたかも。よし、特別栄養剤のデッキ上がり。なかなか面白いものを作ったよね。植物だけじゃなくて何にでも使える栄養剤なんて。そうだね、人間に振りかけたら身長が伸びたりして。それも悪くはないんだけど。ねえリディ、これ髪の毛にも効いたりしないかな。もし効くなら、私助けてあげたい人がいるんだ。スーちゃんが誰に使おうとしてるかはよくわかるけど、やめておいた方がいいと思う。時にはね、放っておいた方が優しさになることもあるんだよ。そっか、羽毛の大地に花が咲くことはないんだね。やることやること、お出かけお出かけ。これでいいか。ありか。どこ行くどこ行く。どんなものを作ろうかな。どの触媒がいいかな。材料はと、こんな、いざ調合。あ、うまくいってる。さあ、とっておき。よしよし、順調だね。まだまだこれから。さあ、とっておき。ここに入れてみよう。よしよし、順調だね。さあ、きれいに仕上げちゃおう。ここまではバッチリ。特性はどれにしよう。これで平気。わーい、出来上がり。どこ行くどこ行く。これで。ありがとう。さあ行こう。何作ろう、どれ作ろう。触媒で一味加えよう。さて、どれを使おうかな。これで、よし、始めます。この辺にこれを、ズバリここだ、ズバリここだ。
この辺にこれを、これで炎にかき混ぜて、よし、とりあえずどの特性を残そう。これでなかなか上手にできました。触媒で一味、材料はと、これでよし、始めます。油断しないで、油断しないで、ズバリここだ、ここに入れてみよう。丁寧にかき混ぜて、よし、とりあえず特性はどれにしよう。こんな、なかなか上手にできました。さて、行き先は、これで、ありがとう。どこ行く、どこ行く。どんなものを作ろうかな。触媒で人、さて、どれを使おうかな。ん、いざ、調合、ズバリここだ、ここしかない、ここしかない、ここに入れてみよう。まだまだこれから、完成、さあ、とっておき、さあ、きれいに仕上げちゃおう。ここまではバッ、どの特性、これ、わーい、出来上がり、レベルアップです。触媒で、さて、どれを使おうかな。よし、始めます。ここしかない。こうするとどうかな。まだまだこれから、まだまだこれから、完成まではもう一息、さあ、きれいに仕上げちゃおう。ここまではバッチリ、み、特性はど、こ、わーい、出来上がり。どこ行く、どこ行く。あ、無職王だ。こんにちは、無職王さん。おいこら、ちょっと待て、なんだよ無職王って。え、現無職の次期王様だから無職王。意味変わってるじゃねえか、無職の中の無職みたいになってるじゃねえか。まあまあ。それでマティアスさんは何をしてたんですか。読書です、読書、優雅に読書をしてたんです。読書？読んでたのってどうせエッチな本でしょ。もう突っ込まないぞ。ほら、俺が読んでたのはこいつだ。地政学、しかも相当分厚い。マーティアスさん、本当に勉強してたんだ。ああ、とっても真面目にな。どうだ、恐れ入ったか。すごいよマティアス、マティアスが勉強するなんて。明日は絶対雨が降るね。え？うん、そうだね。洗い物は最低限にして、部屋干しでなんとか。何日も降り続かないといいんだけど。泣くな、負けるな、頑張れマティアス。お前の努力はきっと誰かが見ているぞ。くすん。
ありがとう。ま、さて、行き先は。教えてあげたくて。あのね、その人はポニョをカゴに入れててさ、私どうしてですかって聞いたの。そしたらね、フィリスちゃん、お、うわー、おびゃけど、大丈夫、大丈夫じゃないけど大丈夫。苦い記憶が蘇っただけ。苦い記憶？私とフィリスちゃんって昔からお友達なのよ。前にもパメラさんに驚かされたことがあって、心臓止まるかと思った。パメラさんもメルベイユにいらしてたんですね。もしかしてまたお店をやってるんですか？ええ、そうよ。教会でシスターをやりながらだけど。え、シスター？パメラさんが本当にシスターをやってるなんて。ちょっと心外。まあいいわ。昔に負けず劣らずいいものを揃えてるから、フィリスちゃんもお買い物に来てちょうだいね。はい、ぜひ寄らせていただきますね。よろしく。それじゃ。パメラさん、昔と全然変わってないな。そうなんだ。あ、フィリスさん、さっきの話のオチ、オチは？ん？忘れちゃった。そんな、隠し。さて、行き先は。どんなものを作ろうかな。触媒で人は？材料はと。これでいざ調合。油断しないで。ここに入れてみよう。油断しないで。あとちょっと。こんなか、丁寧にかき混ぜて。ここまではバッチリみたい。どの特性をな、わーい、出来上がり。どの食、さて、どれを使おうかな。よし、始めます。この辺にこれを。ここしかない、ここしかない。この辺にこれを。これでいいかな。ここで隠し味を。これでいいかな。さあ、綺麗に仕上げちゃおう。ここまではバッチリみたい。どの特性を残す。じゃあ、気の向くままに。
あり、本当？じゃあ評価を発表するわよ。お見事、素晴らしいわ。文句のつけようがないわね。これならきっとお花も元気になるわ。というわけで、双子ちゃんは D ランクに昇級です。 D ランクか。最初から考えるとずいぶんランクも上がってきたよね。うん、だいぶてっぺんに近づいてきた。国一番のアトリエももうすぐだね。そうね。じゃあお祝いを兼ねて新しい不思議な絵を。キャー！な、何？雷？すごい大きかったけど。兄貴、大変だ。ええ、分かってるわ。今の声、あいつが目覚めたんでしょ。ああ、しかもメルベイユに向かってきてやがる。どうする、とりあえずは段取り通りか。そう、動ける錬金術師に片っ端から声をかけてきて。双子ちゃん、悪いんだけどしばらくここで待っててくれる？はい。でも怖がらせてごめんなさい。何が起きてるかは後で必ず話すから。わかりました。リリー、あっちで待ってよ。これで全員？ずいぶん数が少ないわね。お父様は今アトリエで調合しています。準備は進めておいた方がいいだろうって。イルちゃんもです。話を聞いた途端、すごい勢いで調合を始めて。ああ、あの二人にはあらかじめ話をしてあったもんね。他の逃げ出したんじゃないかな。あれだけの雷鳴に謎の方向、弱気に無理強いもできないか。事態が事態だしね。よし、今ここにいるみんなに現状を話すとしましょう。その前に、みんな、雷神の伝承は知ってる？この地方を雷で焼き尽くした雷神ファルギオルが英雄と錬金術師により封じられた。ええ、実は雷神の伝承はただの言い伝えじゃなくて、さっきの雷と声はファルギオルが目覚めたのが原因ってことですか？その通り。最近雷雨が多かったのも目覚めが近づいてたせい。ファルギオルが蘇ることは予想されていたのよ。まあここまで早いとは思ってなかったけど。どうするんですか？言い伝えが本当なんだとしたら、この都は雷で焼き尽くされてしまうんじゃ。ええ、このままじゃね。でもそうならないようにいろいろと手は打ってきた。その最たるものがアトリエランク制度よ。錬金術師のあなたたちがファルギオルを倒す切り札。そっか、雷神の伝承だとファルギオルは錬金術師に封印されたんだよね。じゃあもしかしたら錬金術を使えばファルギオルをなんとかできちゃうかも。ええ、私もそう考えたの。でも錬金術を軽視してきたこの国には錬金術師がほとんどいない。それでランク制度を作って有力な錬金術師を募ったってわけ。皆さん、アダレット王国の王女としてお願いします。どうか私たちに力を貸していただけないでしょうか？もちろんです。私にできることなら何
んだって。絵の調査ができなくなるのは困るからね。僕も力を貸すとしよう。私もです。アトリエボルテールの力見せてあげようじゃありませんか。私たちもここが焼き尽くされたら国一番になれなくなっちゃうもん。それに、うん、今まで暮らしてきたメルウェイユがなくなっちゃうなんて絶対に嫌だから、私たちも精一杯頑張ります。ファルギオルなんてボコボコにしてやりますよ。みんな、ありがとう。あなたたちの決意に感謝します。じゃあ、私は奥で作戦を練り直してくるわ。思ったよりも人数が少ないから対策を立てないと。みんな、悪いんだけどここで待っててくれる？急いで済ませてくるから。どうしよう、ちょっぴり手持ち無沙汰だね。うん、みんなと話して時間でも潰そうか。聞きそうなものってなんだろう。そうですね、雷が鳴ってる時にはおへそを隠すけど、それっておへそを取られないようにだよね。つまり雷はおへそ好きっと。ふむふむ、ってことはバルギオルもおへそ好き？わかった。みんなでおへそを出した服を着ていけばファルギオルの隙を作れたり。なるほど、じゃあ急いでおへそが出てる服に着替えてこないと。そうですね。おへそでファルギオルを魅了。これしかない。完全に突っ込むタイミングを逃しちゃった。二人ともまさか本気じゃないよね。おへそで魅了か。私のおへそでも効果あるのかな。ファルギオルの復活、完全に予想した通りになってしまったね。え？アルトさん、ファルギオルのこと分かってたんですか？もちろん、炎症の存在を知ってさえいれば誰にだって分かることだよ。現に君たちにも忠告したじゃないか、変えられない未来はあるって。分かんないよそんなの。知ってたならもっとしっかり教えてくださいよ。もし未来を知ってたとしてもファルギオルが復活することは防げなかったさ。大事なのは今、どうやってファルギオルを倒すのか。それこそが僕たちが考えなければならないこと。リリー、スー、君たちのこと頼りにしているよ。はい、アルトさんのことも頼りにしてますからね。さすがですね、スーは。あの雷神をボコボコにする宣言とは。まあね、雷神がいくらすごいって言っても伝承に残ってるくらいだからおじいさんでしょ。
私たちの若いパワーはおじいさんなんかに負けたりしないのだ。スーちゃん、おじいさんかどうかはわからないよ。そうですね、私たち若いですもんね。確かに若さは力。若いということはそれだけ多く成長できるということ。二人とも昔に比べればはるかに成長しました。それにここには優れた錬金術師がたくさんいる。力を合わせればきっと雷神だって打ち倒せるはず。そうでしょ？もちろん。頑張ろうね、ルーシャ。待たせたわね、みんな。ファルギオル討伐作戦まとめてきたわよ。あ、ミレイユさん、一体どんな作戦なんですか？作戦って言っても単純なんだけどね。動ける錬金術師を二班に分けるわ。まずは第一班。これは今準備してもらってるイルメリアさんとルーシャちゃんのお父様ね。二人と騎士団員が総出でファルギオルを足止め、可能な限りダメージを与えるわ。その後第2班、今ここにいるみんなとマティアス、つまりいつものメンバーがとどめを刺す。人員が少ないからかなり強引な方法だけど、多分これが一番確実なはず。この作戦が成功するかどうかは第2班みんなのチームワークにかかってるわ。いつもの調査みたいにファルギオルも上手に料理しちゃってちょうだい。はい。よし、じゃあ第一班にはもう出発してもらうわ。その間にみんなは準備を進めておいて。準備ができたら私に声をかけてちょうだい。それじゃ一旦解散。さて行き先は。これで。さて行き先は。お、帰ったか。なあ、今から旅行でもどうだ。はあ、お父さん分かってて言ってるでしょ。旅行はまた今度ね。私たちやらなきゃいけないことがあるから。雷神と戦いに行くんだろ。
ルーシャの親父から聞いた。別にお前たちじゃなくてもいいじゃないか。そんなの他のやつに任せておけば。ううん、それじゃダメだよ。ここは私たちが住んでる場所なんだから。私たちが逃げ出したら一緒に戦ってくれるみんなに顔が立たないもん。安心してお父さん、雷神くらい一瞬で倒してきちゃうから。よし、じゃあ早速準備を始めよう。何がいるかな。こんな時でも俺は。準備はいいの？わかったわ。それじゃあみんなが揃うのを待ちましょう。よし、これで全員ね。さて、そろそろ。姉貴、第一班から報告。取り急ぎ足止めに成功したってさ。了解。それじゃあ第二班出発。みんな、よろしく頼んだわよ。やることやること。さて、行き先は。不毛の大地、自然の力の枯渇、ありえた未来だ。やっと来た。遅かったじゃないの。すみません、師匠。あれがファルギオル。あのイルメリアさん、お父様は。あいつの攻撃を食らってね。幸い命に別状はなさそうだけど。師匠、大丈夫ですか？あ、傷だらけ。平気って言いたいところだけど、そろそろ限界。足手まといになる前に交代するわ。できる限りのことはやったつもりだから、頑張りなさいよ、リディ、スー。はい、任せといてください。絶対
あいつを倒してみせますから。うん、行こう、スーちゃん。許さんぞ人間。俺が顔いらずよ。だから嫌だったんだ。大丈夫？いい加減にしろ。よく狙って焼き尽くす。怖い。さばきを下す。バカな。させないよ。これが雷神ファルギオル。思っていたよりもしぶといようですね。そうみたいだね。でもこれ以上好き勝手はさせないから。大丈夫だよ。プロフタ、この子たちをお願い。わかりました。二人とも、こちらへ。ソフィー、あなたは？私は、もう一発、ぶちかます！本気で行くから！
深追いは危険です。ひとまずここは体勢を立て直すべきかと。うん、とりあえず応急処置だけしとこうか。体中が痛かったのに一瞬で治っちゃった。夢みたい。あなたはもしかして魔法使い？ううん、ただの錬金術師だよ。ただの先生、助けてくれてありがとうございました。けどどうして？都に着いたらリアーネさんと出くわして、それですぐに駆けつけたってわけ。それよりフィリスちゃん、お話ができそうな場所まで案内してくれる？ファルギオルを放っておくわけにはいかないからね。どうすればいいかみんなで考えないと。はい、すぐにご案内します。みんなお城に戻ろう。ファルギオル、思ってたよりはるかに強大だったわね。はい、全然歯が立ちませんでした。反則だよ、勝てっこないよ。あんなの完全に折れちゃったみたい。自信があったからこそ逆に。か、それで、あなた方は？あ、申し遅れました。私はソフィーノイエンミュラーと申します。そして私はブラフタ。ソフィーと共に旅をしています。ソフィー先生もブラフタさんもとっても優れた錬金術師なんです。二人の力を借りられればファルギオルももしかしたら。なるほど、ソフィーさん、プラフタさん、出会って早々大変恐縮なのですが、今はこの国の危機、ぜひお力を貸していただけませんか？はい、事情はフィリスちゃんから聞きました。プラフタともども協力させていただきます。ありがとうございます。では早速今後の対応について協議を。なんだか完全に蚊帳の外にされちゃったね。いいよ、どうせ会議なんかしたってあんな化け物に勝てっこないもん。本気でやっても全然ダメだった。もうどうしようもないんだもん。スーちゃん、というわけで問題はファルギオルの耐久力なんです。致命傷には程遠い。どうにかしてファルギオルを弱体化させることができれば。弱体化、弱体化、ダメだ、何も思い浮かばない。そうだね、どの方法も有効とまでは言えない気がして。少し休憩を挟みましょうか。戦いから間を空けずに会議していることだしね。幸いファルギオルはまだ姿を消したまま。一旦休んで頭を整理した方がいいと思うわ。そうですね。ソフィー、どうしますか？私は外に散歩に行こうと思うのですが。うん、ごめんね、私はもうちょっとここで考えてみる。わかりました、あまり無理はしないように。あ、はい。私たちもアトリエに帰る？ここにいても役に立てそうにないし。その前にあの人に聞きたいことがある。スー
長？だとすると…ダメか…あ、じゃあ、こっちをこうすれば…あの、ソフィーさん！ん？スーちゃんだよね。どうかした？単刀直入に聞きます。どうしてそんなに頑張れるんですか？どういうこと？ファルギオルはあんなに強いんですよ。ソフィーさんでもまともに戦ったらどうなるか。まして、ソフィーさんはメルベイユに来たばっかり。この場所には全然関係ないじゃないですか。なのにそんなに頑張って力を貸してくれるなんて、私にはどうしてかわかりません。それ私も聞きたいです。あのファルギオルを見てどうしてまだ戦おうって思えるのか。なるほどね。単純な話だよ。私、錬金術はみんなのためのものだと思ってるから。みんなのためのもの？錬金術はみんなのためのもの。みんなのために使うもの。だから、あんまり縁がなかったとしても、目の前で困ってる人がいたら、その人を助けたい。それに、私は錬金術を信じてる。錬金術なら、どんな困難だってきっと乗り越えられるって。だから、ファルギオルがいくら強くても、私はみんなのために最後まで絶対に諦めない。ただそれだけだよ。リリー、スーちゃん。なんか私変に大気になってた。私たちもファルギオルを倒す方法を考えよう。錬金術はみんなのためのもの。都のみんなを守るためにも頑張らなかっちゃ。私も錬金術を信じてみるよ。錬金術ならファルギオルだって絶対倒せるって。ソフィーさん、ありがとうございました。そのすっごくためになりました。なんていうか勇気をもらえた気がします。私たちも精一杯考えてみますね。それはよかった。頼りにしてるよ、二人とも。ただいま戻りました。さて、そろそろ会議を再開しましょうか。その必要はないみたいだよ。私たち思いついたんです。ファルギオルを倒すきっかけになりそうなこと。え？本当？双子ちゃん、どんなことなの？ファルギオルを倒すために不思議な絵の力を使うんです。伝承によるとファルギオルは絵に閉じ込められた。なら、ファルギオルは絵に弱いんじゃないかなって。確かに可能性はあるわ。不思議な絵を集めてたのは、それを見越してでもあるんだもの。でも、今まで調査した絵の中には、ファルギオル討伐に有効な手立ては…今までなかったからって他の絵にないとは限らないじゃないですか。そう、やる前から諦めちゃダメだと思うんです。新しい不思議な絵、もう手に入ってるんですよね。ミレイユさん、お願いします。不思議な絵紹介してください。
二人とも、なんか元気になってる。ソフィー先生、なんかやったんですか？そうね。わかったわ。確かに、可能性が少しでもあるなら、諦めるのはまだ早いわね。みんな、画廊まで来てくれる？とっておきの一枚、お見せするわ。さて、行き先は。